今回も緊急で動画を撮らせていただいてるんですがいやこの話は言い続けなきゃダメだなというふうに思いましたよね秋篠宮家の口頭問題これはどうしてもね、やはり納得できない ところですよ。皆さんも多分そう思っていらっしゃるんではないかなと思ってるんですよね。で今回はまあ、先日のお話の続きといいますか赤ちゃん時代の不思議な写真というねそういうのお話が上がってましてでその1枚のお写真なんですけどもサムネイルのお写真なんで三千、ね、子さまがかがんで平宮さまのお話に耳を傾けていらっしゃるシーンなんですけどもこれがですねなんと、えー、1965年の10月3日に学習院要望 高知恵の運動会で撮影された、えー、美智子様のお写真になっていてお話によりますとこの時美智子様のお腹の中には綾宮様を宿し当時妊娠9ヶ月と報じられたと言うんですよねやあり得ないでしょうとうん、まあ、そんなわけがないとあるはずがないという話なんですで、しかもピンヒールを履かれていてお腹を前に曲げられるともう誰が聞いてもこれはおかしいでしょうという話になるわけですねで、そこで では秋篠宮様要は綾宮様という方はじゃあ誰のって話になるじゃないですかそこでまたあのお話に戻るわけですよ。秋篠宮様は背格好もお顔も本当にあの A さんにそっくりだとされていて、まあ、ふと湧いた疑問が2つ。 母美智子さまが妹の夫とあるまじき関係にまたは美智子さまは妹夫妻から生まれた子を譲り受けた、まあ、この2つの疑問点というのがねあるわけですで。前のお話に関しては美智子さまはご長男弘宮さまを出産された後に向こうにも北条期待を経験されていてで医師からは2年間は子作りを禁じられていたと。 いうことなんですねで次男綾宮様の誕生日から逆算したところ医師の命令を守らなかったことになるためそれはちょっと考えにくいでしょうとまたさらに強い根拠としてまあ、このお写真が出てきたということなんですよねでこの美智子様が広宮様のお話に耳を傾けているシーン そして、運動場の地面は不安定にもかかわらず、超妙もの、妊娠9ヶ月の妊婦さんが、このような細いピンヒールを履くでしょうかという話。そして、上半身をこんな風に前に倒すことができるでしょうか妊娠後期では、体を前に曲げられず、ご自身の足の爪を切ることすらできなくなるという話なのですよね。そこがやはりちょっとおかしいのかなという話で、そして、 前回の,あの電車の中であの上皇上皇后様がねその当時はまだあの皇太子ご夫妻なわけですが1966年の6月ご静養先の葉山に向かうため戦後半年ほどの綾海宮さ様を抱いて列車に乗り込んだというお写真このお写真いかにもこのね人形がポポちゃんみたいなねポポちゃんってご存知でしょうかね。<laughs> <laughs> あのリアルなねあの赤ちゃんの人形ですけどもその赤ちゃんがあまりにも軽そうで腕から手はまるで薄っぺらい板のようだったというねそんなお話、まあ、ちなみになんですがこのお写真が出た後にですねしばらくしたところ本物のお写真本物のと言いますか綾宮様ご自身のの赤ちゃん時代のお写真が登ってるわけですよこれがですねまたでかいこの赤ちゃんでかいぞと。 いやーこれはちょっとねでかすぎだろうっていう感じのお写真なわけですよねいやこんなでかい赤ちゃんがおなかの中にいてですよピンヒールを履いて下が土でお腹をこうねこうやってかがめるそんなことできないでしょという感じこのねでかい赤ちゃんのお写真は相当にねコロコロしてて。 顔の大きさなんかこの当時の美智子様と変わんないんじゃないかなっていうぐらいに大きいですよ。まあ、ちょっと大げさかないやこれはね是非調べてもらってみてほしいなという感じがねいたしますけどもね、うんまあ、そこでやはりあの A さんと秋篠宮殿下はやはりちょっとそういう関係じゃないのかなという感じになってくるわけですよね。明らかに ミチコ様が出産したお子さんではないんじゃないかなというふうにもね感じるわけですまあ、本当に神様のいたずらかというぐらいに本当にそっくりだということですよねこれはもう本当に疑いようがないですからねアキシンの方々が何を言おうがこのお写真見ればわかるでしょとこのお写真を見てもですねアキシンの方々はコメント欄に全然似てませんよなんてね あのびっくりマーク付きで <laughs> 上がってましたからねいやーそこまでかと思いましたけどもねいやこれはもう本当に明らかにという感じがいたしますよね誰がどう見てもという感じじゃないですかそうなるとですよやはりあのー、検査をしていただいてはっきりと白黒つけないとこのままこの先ね被災人様にま,または秋篠宮家に口頭が移ってしまうともう大変なことになるということですよ もう、そう、そうしたら、もう、もう皇室。なくていいんじゃないのって、なっちゃいますよね。もう誰もがそう思うと思います。まあ,あ、の方々が、やはり一番上に来るとなれば。もう、見たくもないし。もういいよと。いうね。感じになるんじゃないかなと思うんですよね。そうなるんであれば。 もうあえて言いますけども僕は死んでからにしてくれると <laughs> そこまで言いたいですよ本当だったら、まあ、そうもいかないかなという感じなのでじゃあここは一つ検査していただいて白黒はっきりつけていただきたいなという感じがいたしますよね。だだっったたららももううそこまでしないんだったらもう 男系男子とかもうどうでもいいから愛子さんまでいいじゃないのというねお話です。もうね、それでででいいいんんじゃないかなかと思ううすよねもう今更でしょだってその昔だってねこんなお話結構あったのかもしれないしねだからもうその流れというのはもう1回や2回は崩れてんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。 まあ、とりあえずはあの表向きはね取り繕っているかもしれないですけども、まあ、そんな感じじゃないのかなと思うんですけどもねいやそれにしてもね見るたびに秋篠宮家のお写真、ねまあ、殿下はこの A さんにそっくりだし眞子さんに関してはねこの方は A さんののの母方の祖父の遺伝子とということになってるわけですよ、ねうん、なんか武闘派みたいな感じですけども眞子さんそっくりなんですよ。 いやこれは気の毒だなという感じがね <laughs> いたしますけどもねそして佳子さまは美智子様の妹の遺伝子を受け継いでるんではないかというね、まあ、お顔がやはりねこれはもうそっくりだなという感じでねうんそしてまあ次期天皇と称されている悠仁さまは A さんの若い頃にそっくりだとこれはもう歌いようがないというねどうしようもないですね まあここでもう遺伝子は嘘をつかかななないといいとうお話になるわけじゃないですかこのお話の一番冒頭に来てるのが中村志動さん、うん、あのね歌舞伎俳優の方いらっしゃいますけどもあの方とお子さんお写真があるんですよ。でこれが上がっててその2人でなんか眠気眼な,な目でねあのカメラ目線なわけなんですけども。 いやこれはいやはやそっくりだなという感じでね、うん、まあ、ここから来てるわけですよね、うん、遺伝子は嘘つかないというお話なわけですなのでやはりここはねまあ、DNA 鑑定をするべきじゃないのかなとするべきというかもう必須ですよね、うん、これしなければやはり国民の方々は納得しませんよだからそれはこの先もしねじゃあ明日から口頭は秋篠宮家になんて いいいう時期がいつかか来るかもしれないですその時にあのバタバタしててももうは間に合わないですからねだったらもう今からこう動き出すしかないんですよ。 それにはね、やはり国会の方でねしっかりと皇室テンパを変えていくとかねいろいろ行動を移していただかないとやはりねどうにもならないということですけどもね先日お話しした内容では愛子さまに公務をさせないとかねだから愛子さまを前面に出してしまうと周りの方々 特に久人様とかが目立たなくなってしまうとかねそんなお話がありましたけどもそれはしょうがないですよもう優秀なんですから周りはね、霞んでしまうのはしょうがないということですよねそこで締めくくりとしましては秋篠宮家に口頭が移るとすると万世一系が途絶えてしまうというね、お話になるわけです後続の親族になっただけで所詮は一般人である A ご夫妻 もしも秋篠宮さまが本当にお二人の子供だとしたら秋篠宮家に口頭が移ることでまさに万世一が途絶えてしまううという事態になるはず。そこで国民からは「金城陛下は DNA 鑑定を済ませておられるのだから秋篠宮さまも男系男子論者のためにも上皇さま秋篠宮さま悠仁さまの3代の DNA が一致するかきちんと確認した方がいい」という声が ままますますね高まっていいるととうことなんですよねでもそこに割って入ってきたのが「M さん人を信じることですと」とそのように語った上で亡くなった後に検査をされることを警戒してかご夫妻は前例のない仮想をご希望だというというねそんなお話ありえないでしょっ全く。ねこれは本当に許されるべきことじゃないと思ったのでまあ何度もね同じようなお話になりますけどもこれはね まあ、断ることに声を上げるしかないのかなと思ったんですよねなのでもし共感される方がいらっしゃいましたらねまあ、いいねなどを押していただけると僕もねあの励みになりますので嬉しいと思います頑張りますのでよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうさよなら